それではこの表題の文献を紹介させていただきます。概要です。この論文ではシーケンス2シーケンスモデルにコピーメカニズムというものを組み込んだコピーネットと呼ばれるモデルを提案しています。シーケンス2シーケンスは、ある系列に変換するモデルなんですけど、その時に入力文中の重要なセグメントを出力文中にコピーするような現象を扱いたいというのがモチベーションで、そのために単語を出力するときに単語を生成する確率と入力単語をコピーする確率の2つを組み合わせて出力を生成するようなモデルを作ります。この表がある2人の人の対話の文を表しているんですけど、I がインプットで何か、セリフ言うと R リスポンスで返答が返ってくるみたいな例で、上の例だと Hello Jack, my name is 何々さんで Nice to meet you 何々さんっていうふうに、人が会話するときに何か相手の会話の中、発言の中の重要な、この場合だと人名を一旦頭の中に暗記しておいて、返答するときに、その人名を繰り返して言うみたいなことをしています。でそれを、ここではそのコピーするっていうふうなように扱います。で下の例だと、上のような1単語のコピーだけではなくて、重要な複数の単語列を、セリフとして、コピーして、返答するというような現象です。でこのような、入力文中の重要な、セグメントを、コピーする現象を扱いたい、それを実現するのがこのコピーメカニズムというもので、これができると、何かその人名や地名などの固有名詞のようなアウトオブボキャブラリーになってしまうような単語も出力できるというふうなメリットがあります。これは復習になるんですが、アテンションメカニズムというのがあります。これはエンコーダーデコーダーモデルに、使われる手法なんですけど、エンコーダーとデコーダーがあって、その間にアテンションというのがあって、エンコーダー側の、隠れ思想ベクトルとデコーダー側の隠れ思想ベクトルの対応を取る、デコーダー側で単語を出力するときにエンコーダー側のどの隠れ思想ベクトルに着目すべきかというのをこのアテンションが学習してくれるというのがあります。でこのモデルをこう一般的に RNN サーチと呼ばれたりします。でここからが、提案手法であるコピーネットの説明になります。でこの図がコピーネットの全体図になるんですけど、画面の左半分の方が、下がエンコーダーで上がデコーダー、その中にアテンションがあるっていうふうな、さっき説明した RNN サーチと同じような同じ構成になっています。で違うのは右側のところで、ここがコピーメカニズムの方になるんですけど、こちらが導入部分で、その中でも上の枠のところと下の枠のところを、1番2番というふうにして、順に説明したいと思います。で上の方ですね。でここではその単語生成、単語予測プレディクションをする部分で、この S4 って書いてあるのがデコーダー側のステート、状態を表してて、でその状態をもとに何か単語を出力するんですけど、その時に、単語を出力するための、用いられる確率っていうのがここで、この式でこれをこう要約するとデコーダー側の出力 YT とすると、ボキャブラリー内の単語が出力される確率、これが今までと同じような確率で、プラス入力文中の単語をコピーされる確率っていうのを、考慮します。で上がジェネレーションモード、下がコピーモードっていうんですけど、そのジェネレーションモードの確率とコピーモードの確率を組み合わせるということで、
入力文中の単語をコピーするっていうような現象も扱います。もしその YT が入力文中に存在しなければ、そのコピーモードの確率は0となって、まあ、ジェネレーションだけみたいになります。逆に入力文中に存在すれば、コピーする確率が反映されるというふうな仕組みになります。はい、下の2番の方の説明なんですけど、これがさっきの図なんですけど、ちょっと分かりづらいかなと思ったんで、イメージ図を書いてみました。これなんですけど、まず RNN サーチの方の仕組みなんですけど、まあ、1個前のステートから出力が出ると、これが YT-1 で、この YT-1 を次のステートに渡して、その YT-1 の情報を受け取って、この ST っていうのを更新して YT を出力するというふうな流れが RNN サーチであります。でコピーネットの方では、この YT-1 をただ ST に入力するんではなくて、こう、2つのベクトルの、結合を入力しています。でこの左側の紫の PT-1 の方が、YT-1 のワードエンベディングっていうふうに、まあ、普通のエンベディングなんですけど、右の方のオレンジの四角、これが、コピーネット特有のもので、YT-1 が入力文中にあれば対応するエンコーダーの隠れ挿入ベクトルを返す。で、YT-1 が入力文中になければここが0になって、まあ、ないものとするみたいなことをしています。で、まあ、まとめると、前回の出力 YT-1 に対応するエンコーダーの隠れ挿入ベクトルをここに加えて、デコーダーのステートを更新するということで、まあ、ここでそのコピーされるというふうな情報がステートに渡されてアップデートされるというふうな仕組みになっています。ここまでがコピーネットの説明で、これから3つの実験の結果を出します。で、1つ目が、人工的に作ったデータセットの実験です。で、まあ系列のコピーを含む人工的な系列変換データを作成します。で作成の手順なんですけど、1000種類の数値と変数 XY をこう、まあ、ランダムに組み合わせた系列を作ります。でその系列を作るときに5種類の系列変換ルールがここに書いてあって、まあ、そのそれぞれについて、このルールにのっとって系列を作っていきます。で変数 XY っていうふうに何か入れてるんですけど、そこに後から1から15個の数値を代入して、では X から X ならこの X の部分が入力と出力で、一緒、まあ、コピーしたいような関係になります。まあ、こうして人工的なデータを作って、正しく入力の系列が出力に出てくるかというふうなのを確認します。でこれが結果で、5種類のルールそれぞれのアキュラシーを出していて、エンコーダーデコーダーがアテンションなしの結果で、 RNN サーチがまあアテンションありの結果で、それに対してコピーネットは、まあ、どのルールに対しても高いスコアを出していることが分かりました。2つ目の結果です。こちらは要約のタスクで、実際のデータセットを使って実験します。で使うのが LCSTS データセットで、Weibo っていう中国の大規模な SNS から、ショートニュース、まあ、短いニュースとその要約された文っていうのを収集して、訓練データとテストデータに使います。で、これが結果なんですけど、まあ、リュージュスコアでスコアを出していて、 RNN と RNN コンテキストはアテンション付きのモデル、
で、それに対してコピーネットがやはり高いスコアを出していることが分かります。で出力文を見てみると、まあ、これ中国語なんでちょっと自分も読めないんですけど、まあ、この色がついているところに着目してみると、入力文中に存在する単語っていうのが出力に、正しくコピーされて出力されていることが、分かります。あとちょっとすいません見づらいんですけど、まあ、これですね、 RNN コンテクストで出力した文っていうのはアンノンワードがすごい出てくるんですけど、コピーネットではそのようなのが見られずに、アウトオブボキャブラリーな単語も、ちゃんと生成できているというようなことが分かります。で最後3つ目の実験、これは、対話の生成ですね。バイドゥティエーバという中国の掲示板から、一問一答の会話を173パターン抽出して、1個目の実験で使った人工的なデータの作りと同様に、何か人名とか日付とかにを変数に変えて、その変数に対して適切な他の人名や地名を代入してデータを拡張したようなデータセットを使って、正しい返答ができているかっていうのを確認します。で、まあ、ちょっとデータセット2つあるんですけど、RNN サーチとコピーネットっていうのを比較して、でアクラシーの数値ですねが、コピーネットの方が、高い数値を出しているということが分かりました。まとめです。シーケンスとシーケンスモデルにコピーメカニズムを組み込んだコピーネットを提案しました。で3つの実験結果においてコピーメカニズムを組み込むことで性能が大きく向上していることが分かりました。で入力文中のセグメントを正しくコピーできて、なおかつアウトオブボキャブラリーの単語も正しく扱うことができました。以上で発表を終わります。